おはようございます。今日は渋谷に来ております。サバイバル生活を終えて1週間が経ったんですけれども、ちゃんとカロリーをとって体重も戻っていたって健康でございますので、ご心配なく。で、今日はですね、収録した映像のアテレコナレーションぶりをしていくので、映像を紹介します。それじゃあ行ってみよう。今映像を確認しながらナレーションの文章を考えているところです。決めます。よろしくお願いします。お願いします。録音室こんな感じです。じゃあ撮っていきましょう。向こう側にはスタッフが見えて、こっち側はからアテレコする映像と、今回は自分で原稿を書いてきたので相談しながらやっていきます。はい、わかりました。最強サバイバリストのエドスタッフォード、今回私が無人島へ行くと聞いてアドバイスをくれました。アドバイスのイントネーションちょっとおかしかったですか？お願いします。最強サバイバリストのエドスタッフォード、今回私が無人島へ行くと聞いてアドバイスをくれました。心の準備ができていないまま使ってすいませんでした。お願いします。心の準備ができていないままサバイバル生活がスタートしました。やった。エドがおすすめしてくれたのは、竹を半分に割ってこすり合わせる火起こし術。すいませんでした。エドがおすすめしてくれたのは、竹を半分に割って擦り合わせる火起こし術。片方に穴を開け、穴に擦りつけることで竹の粉が落ち、火種ができるという仕組み。どうしました？ちょっと後半短くした方が良さそうですね。片方に穴を開け、それに擦り…片方に穴を開け、擦りつけることで粉が落ちて、なんかでもわかんないですよね。エドがおすすめしてくれたのは、竹を半分に割って擦り合わせる火起こし術。片方に穴を開け、穴に擦りつけることで粉が落ち、火種ができるという仕組み。竹を半分に割って擦り合わせる火起こし術。ダメだ。やった。竹を半分に割って擦り合わせる火起こし術。竹を半分に割って擦り合わせる火起こし術。竹を半分に割って擦り合わせる火起こし術。もう一回いきます。竹を半分に割って擦り合わせる火起こし術。竹を半分に割って擦り合わせる火起こし術。火起こし術が言えなくて困ってます。自分で書いたのになんで術って言葉なんか入れたんだろう。あんなに D-BOX って技術って言えないって分かってたのに。ああよかった、終わりました。流木を持って拠点となる場所に入ります。おお、めっちゃ大変。何言ったんだろうな。痛い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 。返そうと思って折ったら自分がこけました。そうなるよ、そりゃ。竹があるんだ、この島は。本当にイメージとしては、このエピソードのタイトル何ですか？60度。この木に植えて。ということで、レコーディング終わりました。
これからまた今日は午後に会議がたくさんあるのでこれから出てきます。ちょっとだけしかレコーディングが入らなくてもこんなに大変なんだっていうのが伝わるといいなと思って今日はカメラを回しています。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。 Until next time, bye!